福島くんです。お願いします。はい、頑張ろう。福島くん登場してくれました。ではですね、私より少し頑張ろう福島くんについてご紹介をさせていただきたいと思います。復興支援キャラクター頑張ろう福島くんです。福島くんは震災の2ヶ月後の5月5日郡山で誕生いたしました。今まで皆さんに愛され続けております。これからもよろしくねということです ね。はい、頑張ろう福島くんって毎年頑張ろうって掛け声やるんだよね。頑張ろう福島ってやるんですよね。あ、マイクで喋っていただいていいですよ。今日はね、お孫さんも、来てくれてね、頑張らなきゃいけないですからね。そう、頑張ろう福島君、本当にね、福島が頑張ろうっていう時に誕生したキャラさんですので、頑張ろう福島君が頑張っていかなきゃダメなんだよね。そうそうそう、やる気満々。そしてお友達にいっぱい缶バッジもらったの。仲良しの、福島のキャラさんもいますけども、大田原の人もいます。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんで頑張ろう福島くんと一緒に福島頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。なんか宣伝することとかあります？得意なね、はい、最後に頑張ろう。あ、やってみます。やります。頑張ろうっていうの3回ね。3回頑張ろう。お客さんも一緒にやります。じゃあせーのでいきましょうか。私がせーのっていうので、お父さんが頑張ろうって言ってもらってもいいですか？私も頑張ろうよ。3回ね、3回。ではせーのでみんなで頑張ろう頑張ろう頑張ろうっていう感じですよね。これで合ってる？ちょっと待って、せーので頑張ろう頑張ろう頑張ろう福島でいい？分かった、みんな分かった、分かった。そこ立ってる2人やるよ絶対。あなた絶対せーので頑張ろう頑張ろう頑張ろう福島です。分かってました？みんな分かったね。みんな強制だからね。強制ですよ、今見てる人。強制でお願いします。キツネッコもねやらせるよ。頑張ろう頑張ろう3回ね、一緒にやるよ。ここまでおいで、ここまでおいで。すごい、きつねっこんって書いてあるのがね、向こう側から見るとね、きつねうどんに見えるよ。そうそう、あ、よかったらここまで来て一緒にやろうよ、一緒にね。はい、じゃあみんなで頑張ろうが、上まで来た。いいよいいよ、せっかくそこまで上がったんだから頑張ろう福島くんと一緒にやりましょう。3回頑張ろう頑張ろうで、3回目の後ろ、頑張ろうの後ろには福島をつけます。ではみんなで大きな声でいきたいと思います。いきますよ、せーの、頑張ろう頑張ろう頑張ろう福島。みんな言ったちゃんと。はい、キツネコもどうもありがとうございました。はい、そして、あ、我ふるさと福島復興の一助となら、はいです。はい、福島くん頑張っていきたいと思いますので、スローガン持ってね、かっこいいスローガンを持っておりますので、これからも福島頑張っていきますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、頑張ろう福島くんでした。大きな拍手お願いします。そしてゲストに来てくれましたキツネコン。